ソノラは、テキサス州の都市。テキサス州、サトン郡の郡庁所在地。2000年の国勢調査によると、人口は2924人。ソノラは、北緯30度34分5秒整形100度38分39秒、北緯30.56806度整形100.64417度、30.56806-100.64417に位置する。 アメリカが州国統計局によると、この都市の総面積は5 1 k 平方メートルで、すべて陸地である。年間降水量は5 6 0トルで、年間平均気温は摂氏18度。1月の平均気温は摂氏7度。7月の平均気温は摂氏27度。市の北には、週間高速道路10号線が通り、この市は出口400マイル付近。 2000年の国勢調査によると、2924人、1043世帯、808家族が住んでいた。人口密度は576.0キロ平方メートル。人種構成は、白人74.18%、アフリカン・アメリカン0.34%、アジア0.24%、その他0.34%、根結1.54%。 53.35%はヒスパニック。この都市の人口の31.1%は18歳未満で、7.4%が18から24歳、28.7%が25から44歳、22.2%が45から64歳、10.7%が65歳以上。年齢の中央値は34歳。女性100人あたり男性は98.8人。 この都市の世帯の平均収入は36,272ベードルで、家族の平均収入は38,106ベードル。男性の平均収入は31,728ベードルで、女性は17,935ベードル。一人当たり収入は16,128ベードル。13.0%の家族と16.7%の人口は貧困線未満で、 18歳未満の23.9%、65歳以上の11.2%を含む、市から 8km のところに、その羅洞窟がある。ありがとうございます。